雪すごい真っ白なんですよ。すごいですね、はい。それでもやっぱそういう、それでも春を意識してると思ってますね、うん、まあ理由は、うん、まあ、うん、日照時間、まあ日がどんどん伸びてきてるので、まあ、水温は低いですけど、うん、でも春は間近、春になれば卵を産まなければならないっていうのが、まあ、バスの頭の中にはあると思うんで、そのために生きていると言っても過言ではないと思うんですよ。でも春が過ぎればまた次の春に向けて準備をしてると思うんで、まあ、この時期、まあ、特に最後の、まあ、追い込みっていうか、まあ、どんどん栄養を蓄えて、まあ、その産卵に向けていかなければいけない時期やと思うんで、結構積極的にやっぱ、まあ、耐えられるやつは、まあ、シャローもしくはミドルで食う準備、まあ、ベイトが、まあ、ベイトについて回遊してるやつもいてるかもしれないですけど、まあ、とにかくいつでも餌が取れる準備はしてると思うんですよ。なんで、まあミドルレンジが肝なのは、まあ僕の中で多分デカバスが結構好んでくベイトってやっぱ大型のベイト、まあ、池原ナナエルやとヘラ、まあキル、あとはコイ、ウグイ、もろもろなんですけど、それがまあリンクするというか、まあ、積極的に結局ああいうの稚魚とかを追って、食う、まあ、中型のベイトですよね、がいてるレンジが、まあ、ヒウオって言われるああいうの稚魚、琵琶湖でいうとにリンクしてると思うんで、それを追いかけてバスがその下にいるっていうのが、まあ、その食物連鎖の中で成り立ってると思うんですよ。なんで、まあ、とにかくその餌、まあ、体力を使わずに餌を取れるっていうのが、まあ、春の準備で卵を産むためにっていうところやと思うんで、まあ、今狙ってる魚でも、まあ、とにかくもうどん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 春に向かって、まあ、まあ逆に言えばこう浮いてきてる、潜ってる、まあ、玄関期、これから最低水4期に入るんですけど、まあ、沈んでる魚ではなくてどん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 浮いてきてる魚を狙って釣ってますね。釣りしないと気づかないんですけどね。そうですね、とにかくまあこの時期にどん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 出ないと気づけないところなんで、うん、まあ、どうやって気づく、どうやって気づくんですか。それの経験は、まあリザーバーですね。とにかく、まあ、この3年間池原七色に住んでて、冬、まあ暇なんで釣りしかすることないので釣りしてて、まあディープからシャローまでやるんですけど、まあやっぱりでかいのはシャローからまあミドル、まあ落ちても8メーターまでとかで、でまあ体型を見ても明らかに餌が入ってるだけじゃないんですよね。お前もう卵持ってるやろみたいなバスが結構釣れるんですよ。なんでまあ実績っていうか、まあ自分の経験でそういう風な、まあ、結論に至りかけてますね。はい、それを機に、まあ、今ちょっと魚を追ってみて、はい、でその魚がどんだけいるのか、で本当にいるのかで、まあその魚が釣れるのかどうかで、レンジがどこで食ってる餌が何でっていうところは、まあ釣ってみないとね、バス見てみないとわからないんで、それでまあ答えが出ればいいですし、もし答えが出なくて外れてれば、まあ全く違う魚、全く違う展開を試せばいいだけの話なんで、まずは自分のそのこの時期の大正解であろう魚を追ってみて、まずはそこから確認っていう作業をどん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 してますね、今は。普通引き出しないんで、それを見失った途端に全部失うんだよね。そうですね、ナイスイッチ決めつけないことが
大事かなと。いろいろ試してみる。冬だからディープとかじゃなくて、冬でもシャロー、まあミドル。でやったことない、まあ、ミドルレンジ、深めのミドルレンジをライトリグとかもありですし、まあ正解ってないんで、僕が例えばアルバマ系で釣ってても、まあ、片や同じレンジをスコーンとか、まあ、クランク、まあ、ハードウェイトで釣ってくる人もいますし、なんでその自分に合った釣り、自分の好きな釣りをまずやってみるっていうのは手かなと思いますね。